谷崎直樹は日本のプロレスラー。リングネームは谷崎直樹。プロレスラーになるため、高校を1年で中退して、自宅とジムでトレーニングを積んでいたが、ヘルニアを患ったためプロレスラーになることを断念して、高校に再入学する。高校卒業後、転職を繰り返しながら、腰の痛みが癒えたため、トレーニングを再開する。2002年、プロレスラーになるため、 メキシコへ渡り、東流門の10期生として入門。12月7日、メキシコのヒムナシオデラウニダクアウテモックにて、村上マナブ山本武史組とのタッグマッチにてデビュー。2004年、東流門ジャパンに所属を移すが直後に団体が、ドラゴンゲートとして独立しこれに追随。東流門 X 出身者で、唯一のドラゴンゲート遺跡者となった。二千五年十二月十七日、 16人、参加バトルロイヤルサバイバルゲートに勝利。当初は、ルーフィクサー入りを目指したものの、あまりの弱さに、ボスのマグナム東京から、サーファーキャラを剥奪され、ウォーターボーイズへの転向を余儀なくされるなどを経て、ようやく正式メンバーになる。2006年、狂気攻撃や味方への誤爆を繰り返すようになり、追放となった。 その頃からシーマにブラッドジェネレーションに勧誘されていて、4月12日に加入したが、直後に、ドイシゲキらと共に、シーマ、ドン・フジー、高木慎吾を追放する。ドイシゲキをリーダーとした新ユニット、マッスル・アウトローズの一員として試合を続けるも、主に負け役である事態が続く。6月、三島ライムと共に、フリー契約となり7月12日、後楽園ホールの レッスルジャム最終戦以降、ドラゴンゲートから離れることになる。11月22日、プロレースリングエルドラド、新宿フェイス大会に乱入し、12月27日、新宿フェイス大会からエルドラドへ、本格参戦した。2007年6月2日、プロレースリング01マックスに参戦しやは、世界ジュニア王座決定戦ドイヤルランブルに出場した。同年、第日本プロレスで、 デスマッチ参戦を表明。そのテストマッチとして行われた7月22日、博多スターレーン第2本、エルドラド合同工業にて、河西純、マサダを相手にハードコアマッチで勝利。8月札幌定戦ホール大会でデスマッチデビューしている。その後、しばらくして第2本のデスマッチ戦線から離脱。2008年3月6日、プロレスリングエルドラドを退団。 3月7日、後楽園、ホール大会で、突如、ドラゴンゲートのマットにマッスルアウトローズの、新メンバーとして現れ、復帰することを宣言。3月8日、メインイベントで正式に復帰した。しかし、これに対してヤマトがことを唱える。3月20日、大田区体育館大会でヤマトとシングルマッチで、対戦し、勝利、試合後、ヤマトと和解し、タッグ結成をアピールした。 3月22日、ドラゴンゲートと専属フリー契約を結ぶ。4月17日、後楽園、ホール大会でヤマトとのタッグで、ガンマ、堀口元気と対戦するが、ヤマトの裏切りに遭い、敗北。5月5日、愛知県体育館大会で、高木慎吾とハードコアマッチで対戦するが敗北。5月14日、神田博之とのシングルマッチ中に、荒井健一郎、 岩佐拓のアシストを受けて、試合に勝利、試合後、戸沢塾に勧誘される。しかし、メインイベント後に、同意刺激、吉野正と、ビービーハルクを救出し、新ユニットを結成。2010年9月17日、後楽園、ホール大会にて、ディープドランカーズ入りし、解散後のブラトオーリアーズにも加入。オープンザトライアングルゲート王座に、ダーツでクジーと共に、 メンバーに選ばれ、発案者の土井刺激に落胆されるも、トライアングルゲートを奪取。2カウントルールを条件に相手に挑戦させ、王座を防衛していた。また、PAC が持っていた、ブレイブゲートのベルトを強奪し、ブラッドウォリアーズ、認定オープンザブレイブゲート選手権試合としていた、ものの PAC に取り返されてしまった。2012年1月8日、名古屋での試合で右肩を脱臼。 骨折欠場中に体型は違えど髪型や肩の入れ墨など本物そっくりの谷崎直樹が出場。その代わりとマホーク TET が欠場している7月1日、大阪での試合の終了後にジミーズが締めのマイクを行っているところに黒髪メガネで現れ、今日はメガネをかけてきました。ジミーズに入れてくださいとジミーズ入りとなった。9月23日、 オープンザ・トライアングル・ゲート選手権にて、トライアングル・ゲート・コントラ・谷崎直樹として戸沢、はルク・谷崎組に敗戦。負けた場合に、党の本人が解明させられる試合として、開催されたが、谷崎直樹から、同じ谷崎が被るとの理由で、豊中出身、イルカのような目、イルカは、救急,急なくを踏まえた上で、ミスター救急、豊中ドルフィンに解明させられた。 2013年1月27日、神戸三謀ホール大会で、リングネームとドラゴンゲート追放をかけていった、谷崎直樹とのシングルマッチに勝利し、谷崎直樹の名前を取り戻し、逆に、谷崎直樹のリングネームを、ミスター・ピーピー、トマコ・マイ・ペンディンに改名させた。その後、名前は取り戻したものの、ミスター・キュキュ谷崎直樹と夜中ドルフィンというリングネームで、活動した。 2015年10月8日、後楽園、ホール大会で、ジミークネス JKS に敗北。その後、欠場中のジミー影虎に、ジミーズに残るように言われるも影虎に、必殺のインプラントを放ち、ジミーズを脱退。バーサークに加入。そして、リングネームを、谷崎直樹に戻した。2017年10月31日、 契約満了により、ドラゴンゲートを退団。11月25日、ダブプロレスに入団。ありがとうございます。